参議院では代表質問がきのうに引き続き行われ、岸田総理大臣はけさ閣議決定した感染症法改正案の意義を強調しました。本日、次の感染症危機に備えるため、感染症法等の改正案を閣議決定いたしました。こうした措置により、機動的かつ効果的な緊急事態対応が可能となる,ようになるものと考えております。 今朝、閣議決定した感染症法改正案では、地域医療の中核を担う大病院に病床提供などを義務付けることや、検査体制・人材確保の強化が盛り込まれています。<laughs> 代表質問で、公明党の山口代表は、送迎バスへの安全装置の設置を義務化するよう求めました。それに対し、岸田総理は、送迎バスでのスモークガラスの使用について、 安全管理マニュアルを策定するなど具体的な対策を示すと述べました。